お疲れ様です、吉谷さん。速稼塾の私のネットビジネスの原点はやっぱりセルフバックをね、徹底的にやり込んだところかなと思います。で、未だにセルフバック、まあちょっとステージを変えてね、ポイントサイトになりましたけども、やり込んでるわけですよ。ですんで、セルフバックとポイントサイトに関しましては、まあ、私はね、開発者ではないんですけども、開発者と並ぶぐらい、まあ、日本で一番知り尽くしたプレイヤーじゃないかなと思いますね。これはね、多分ね、誰もかなわないぐらいだと思います。もちろん売上実績でってことではないと思いますけども、多分その理解度とか応用度で言うと、そのネットビジネス、ポイントサイト、自己アフィリエイトで稼ぐってことにフォーカスしたら、どっからどこまで見てもね、私はいけるんじゃないかなと思いますね。なんか全国大会があったら私は決勝までは進むと思いますね。まあ、そのぐらい圧倒的なね、やり込んだ自信があるかなというところと自負がありますね。で、どうやったらそれが不正とみなされるかとか、それからセルフバックやポイントサイトをどのように展開をしていくのかってこともね、それからなんでね、ポイントが要するに承認されないのかとかね、様々見えてきたところがあるかなと思うんですね。だからネットビジネスって言っても、どれを徹底的にやり込むか、それでポイントサイトとかセルフバックってやっぱなくならないですよね、ずっとね。他のノウハウってなんかね、 PPC アフィリエイトとかね、潰れていったりもするんですけども、なくならないですね。いいところに目をつけたと思います。じゃあ、